それはもうじゃあ全然また違う仕事するわけだね。というように、ちょっと自分も詳しく聞いてないんですが、おお。仕事内容だいぶ変わるっていうように聞いてますね。なるほどね。まあ、そこでまたどんな仕事するかっていうのがまたある意味楽しみでもあるね、でも。そうですね。うまあ、ただん。どちらかというと、こう、営業提案みたいなところに近いので、はい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 。作っていうことはあんまりせずに、うん。こういうシステムがあったら、うん。例えば、そのお客さんの会社、または社会に、うまあ、こういういいことがあるんじゃないかっていうところを、やっぱり説明して、まあ、システムを入れてもらえるようなようにん。うん。うん。え、するんですよ。じゃあまさにさっきの IT コンサルのところに行くんじゃねえかよ。近いと思いますね。え、めちゃくちゃいいじゃん。よかったじゃん。自分の性格的に合ってそうなねえ。仕事じゃないですね。なんか海外に行くことももともとね、希望が叶ったというか、まあ、やぶさかではないだろうし、仕事的にも自分の特性生かした仕事の方に寄っていくし、ったら、最高じゃん。ねえ。まあ、会社の人たちが見ていて、そっちの方が合ってるんじゃないのかな、見ていて分かったのかもしれないですけどね。それはあれだね。また学生時代なんかヤギを車に乗せてみたいな。ねえ、持っていかなきゃいけないヤギ途中で売っ払っちゃう、何々人をマネジメントしてたみたいな力をまたね、発揮するんだろうね。海外の現場行くと結構やっぱりね、いろんなことあるからそうですよね。ね。きっと、いろいろあるんじゃないのかなと思います。はそい。うなんだ。今回希望出したの？希望はずっと出してましたね。ああ、もう入社する前くらいから出してたと思ああ、います。はそうい。か、そうか。じゃあ、通ったんだね。行きたい行きたいずっと言ってたので。ああ、よかったね。言うことは本当に大事でしたね。うん。それこそ海外から帰ってきた、なんでしょう。まあ、ちょっと上の、はいはい。世代の人に、はい。ポロッと言ったのがすごい覚えられて、お、そうなんだ。いや、本当に言っておくことって本当に大事だなって改めて思いましたね。本当に大事だよ。本当に大事だよ。うん、それは某、インフラ企業に勤めてる、そのインフラの会社の中で、セキュリティやってんだけど、そいつもこの間ね、インタビューして、やっぱね、言い続けてると、どん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 っていう話、やっぱこれ言わなきゃダメだっていう話をちょうどしてたね。どの業界でも社会人になったら、社会人になってもしその自分が何かしらもう何でもいいと思うんですけど、やりたいこと、やってみたい仕事とか、まあ、こういうキャリアがいいっていう話が、まあ、っていう、まあ、考えがあるんだとすれば、絶対にいろんな人に伝え、どんなにおこがましいと思われてでも、言い続けるのはすごい大事なことだと、すごい思いますね。なるほどね。いや、いい感じにまとまったと思うわけよ。あれだよね。もう本当に誰でも知ってる某、総合電機メーカー、充電メーカー。で、いわゆるこう IT のところで、最初の2年間は、社内で、自社の、作ったシステムの、ま、機能の、追加とか、修正とか、そういうところを、ま、やらせてもらってましたと。で、だんだんとそのちょっと一部プログラミングするっていうのを全体に及んできて終わった後の、テキストにまとめて、行くというようなところまで全部やるようになって、その後、今の職場に、職場っていうか、今のところに移動して、で、今は、某金融、中で、そのお客さんのシステムを、まあ、同じように、作ってますと。作ったり改修したりしてますと。で、プロジェクトごとに全然、人数は違うけど、今所属しているそのプロジェクトっていうのは、まあ、5人ぐらいでやってますよと。で、PM の下の、プロジェクトもリーダーと。いうところで、自分としては特性を生かして、その、プロジェクトのメンバーとお客さんの、まあ、それぞれこう間に入りながら、ちゃんとお互いに、相手にその分かりやすく説明したり、資料を作ったりとかいうようなところでは、まあ、発揮できてる部分もあるかなという反面、そのもうミスが許されない、もう本当にものを緻密に作っていくというところには厳しさ、苦しさも感じてますと
いうことで、今度まあ、学生時代から の絶望していた海外勤務というところをずっと海外社内でも言い続けてて、移動が決まって4月から移動しますというところですね。で、まあ、IT で SE とかって言ってもね、やっぱ緻密にものづくりとこうずっと向き合ってるっていうことだけじゃなくて、チーム内もしくはお客さんを含めて そのそれぞれの間に入って、巻き込んで、接触していく力、分かりやすく説明していく力っていうのはすごい大事だし、ウエイトとしてもやっぱ大きいですよね。そうですね、うん、了解です。全体的にはそのあれだよね、今その金融機関の中でも、御社がやってるプロジェクトって他にもたくさんあったりするし、金融だけじゃなくていろんな割と影響力の大きい、ところの中でいろんな業界のシステムを作ったりしてるんですよね。そうですね、自分の会社は特に、何でしょう、規模が小さいビジネスの仕事に取らない傾向にあって、他社と比べるとですね、なので、何でしょう、金融、公共、観光庁ですか、とあと産業、まあ名だたるところは全部何かしらの形で、入り込んでますね。入り込んでるよね。かつ大きい案件を取る傾向にある、なるほど。それも IT から全然違うそのものづくりの方に移動したりとかってないの？基本的に。基本的には希望しないとないですね。あ、希望したらありえる。ただその募集が何でしょう、たまに行ってですね。あ、社内公募ね。公募だよね。はい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 。じゃあ普通の定例の人事の移動ではないんだね。あまりないです。よっぽど偉くなる、ならない限りないですね。はい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 。公募もなかなか大変だしね。そうですね。うん。縦割り、そうですね。まあ結構 IT 分野の中ではある、結構あるとは思う。まあまだ、それでもあまりないですね。どちらかというと、お客さんのことをよく知って、お客さんのどういう仕事をして、どういう課題を持っているかっていうのをやっぱりすごい理解する仕事を通して、それがやっぱり重要だと考えている会社だと思うので、あんまりこうローテーションはないです。まあそうだよね、各お客さんのことをしっかり理解してお客さんのシステムを作っていくみたいな、人たちと、もっともっとなんかなんていうのかな、いろんな、これなかなか会社が分かるか言えないけど、全然関係ない他のいろんな事業部門でいろんなものづくりしてると思うんだけど、そこに IT で横口さしていくみたいな、 DX していくみたいな、そんなことを考えてる部署なんかもあるのかな。ありますね。まあというか、その横口が製品っていうように言ってますね。横口が製品、自社製品、はい、自社製品またはサービスが横串っていう表現してますね。なんだかちょっと難しいね。あんまりこう、なかなか やりたくてもできてないのが現状ですね。やっぱり縦割りがすごい、効きすぎていて、なかなかこう、なんでしょう、全然違う業界、そりゃそうだよな。この方を担当しているところ、なかなか一緒にできない。でも一個一個がまたでかすぎるわな。そうですね。でかすぎるもんな。なるほどな。まあでもそんな中でこうあれだね、得意なことを生かしながら苦手なことに四苦八苦して、でも苦手なことも仕事の現場でがを教材にして成長していっているんだなっていうのはなんとなく今日話聞いて伝わってきて、いい経験してるんだなって思ったよ。どうですか。よかったよ。また4月から楽しみだね、本当に。そうですね、ちょっといろいろ準備で忙しいところで。そうだね、はい。そんな準備で忙しいところ、一つのプロジェクトが落ち着いたちょうどいいタイミングで空いた時間を悦子に搾取されて本当にごめんね。うん、ありがとう。オッケー、ちょっとこれでうまくまとまったんで今日は某大手総合電機メーカー、充電メーカー、
の中で IT で、の仕事している人の、仕事の話でした。それではさよなら。